駅で4回目の日付を押してもらいます。新潟駅は工事中です。この辺りは昔の面影が残っています。快速阿賀の葉1階ホームからです。ディーゼルの音がやかましいですね。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は新津、五泉、津川、野沢、北方方面、快速阿賀の会津若松駅です。この先、新津、五泉、馬卸、崎花、三河、津川、鹿瀬、野沢、荻野、大和、北方、塩川、終点会津若松の順に停まります。途中の新津駅には8時40分、五泉8時51分、津川9時28分、野沢10時1分、北方10時29分、終点の会津若松駅には10時46分の到着です。この辺りで減速してますね。3速くらいでしょうか。遅いディーゼルなのに頑張ってます。歩くと効率悪いのでレンタサイクルを使います。湾内食堂本店到着。ネギラーメンをオーダー。この透明感あるスープと平打ち縮れ麺が特徴。Thank you.
クリングをして1時間で戻ってきました。この旅最大の混雑、ワンワン2両は厳しいですね。郡山に到着しました。50分ほどありますので、飲みに行きます。ここで地ビールを飲み比べします。地ビールは美味しいですね。バスみたいなワンワン放送がいいですね。電源切り替え方式変更のため、去年より新白川乗り換えが発生しています。不便になりました。黒磯駅手前で交流、特急切り替えがありますので、昼間は2両の電源関係なしのディーゼル車が走ります。危ないですから、日本線まで下がってお待ちください。元京葉線の車両ですね。乗り換え1分は厳しい。
東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は湘南新宿ライン横須賀線直通快速逗子行きです。停車駅は富山までのバスです。古賀、久賀、蓮田、大宮、宇田は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。八王子に到着しました。番内食堂八王子店にて本店との食べ比べをします。同じネギラーメンをオーダー、卵はサービスです。見た目は盛り付けは似てますが、スープの色が違います。安いので、喜多方ラーメンを気軽に楽しむにはいいでしょう。に到着です。地元に戻ってきました。ご視聴ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。